dober večer in pozdravljeni v oddaji Pogovor in pika z veleposlanikom Japonske, gospodom Toshimitsu Ishigure. Pozdravljen, gospod veleposlanik. Dobri den. Konnichiwa, Ishigure Taishi. Konnichiwa. Za začetek bi nam lahko opisali Japonsko v nekaj stavkih. Nihon wa, ano, saizu kara yuto, daitai Doitsu to onaji hirosa desu. Jinkou wa 1億2000万、メインに4つの島でなってます。で、周りは海に囲まれていて、それがその日本人の性格とか自然とか、それに非常に大きく影響を与えています。Kakšne so kulturne razlike med Japonsko in Slovenijo? それはですね、大変な大きな違いがあります。日本の文化っていうのはもちろん自然に基づいたものもありますし、それからブディスト、仏教、それから儒教に基づいたその文化っていうのはあります。で、長い長い歴史の中で日本の文化っていうのは中国から朝鮮半島から渡ってきたもの、その後日本が独自に作ってきたもの、日本文化というものがあって、ヨーロッパではもうほとんどこうかなり大きな差があります。したがってその非常にユニークなものだと思います。それらの方にとってはとてもその珍しい魅力的なものだと思います。Bi nam lahko povedali nekaj več o japonski družbi, glede na razlike, ki jih imamo, nenapisane pravila, na običaje in seveda na tradicijo? 日本の社会はですね、日本民族、それから若干の少数民族方がおられます。ただ言語的には全て日本語で、通用してまして、したがって、なんていうんですか、教育程度も高く、それから文化もいろんな分野に取り入れて、特に日本の文化については4つのシーズン、要するに季節に非常に多く取り入れて、日本の社会、それは大部分が日本人の民族、それから若干の少数民族の方がおられます。言葉は日本語が全国的に通用して単一言語で話されていると、これが大きな特徴だと思います。ただ日本のその人口の構造、1億2000万のうち、若者がだいぶ少なくなって、その65歳以上の高年齢層の方々がどんどん増えていくと、こう逆ピラミッド型の状況になっていくと、非常に我々にとってはチャレンジングな社会だと、こういうふうに思っています。Povejte mi, na kakšen način Slovenci kršimo pravila, glede na to, da ne poznamo vaša pravila obnašanja. Slovenci se veliko dotikamo, pozdravljamo. Koliko smo tukaj sprejemljivi za vašo družbo z našim obnašanjem? 日本人の性格として非常に大切なのは、なんていうんですか、思いやり、相手のことを考えるというのが一番大切。それから相手のことを非常に尊敬すると、で親切にするというのが非常に日本人を尊ばれます。それが一つの日本人のキャラクターとして、性格として非常に主な分野を占めていると思います。でこれを最初の段階で、最初に会った時で間違うと、そのいい関係はもはやなかなか難しい、作ることは難しいと思います。日本人っていうのはその和、ハーモニーが一番大切なと思っている民族なので、そのお互いの人とこうコンフリクトをすることはしないように、お互いをリスペクトして尊敬し合って過ごそうということをしています。日本人は非常にディスプリニーランとデロベナロド、ありまも、
kakšne lastnosti od tega tudi tukaj v Sloveniji? Ali pogrešate ta discipliniranost, stroga pravila in tako kot je pri vas v vaši državi? いうのは難しいと思うんですけどね。要するに日本人の性格というのはその日本のその島国があるという自然条件の中で、特に地震とか台風とか津波とかから洪水とかそういう自然災害のデパートメントと言われるくらい自然災害いっぱいあって。で日本人はその忍耐強く全てのことを受け入れるとそういうことから新しく家を作っても自然災害で壊れてしまうそれに対して受け入れてまた一からありのように一から一つずつ積み上げていくっていうのは日本人の性格でしたがって全てがパンクチュアで時間通りでそれからトヨタのオンタイムデリバリーサービスとかそれから新幹線も時間通りに動くとか非常にそういうことに非常に力を注いでいます。Ali bi nam lahko predstavili vsakdanje življenje Japoncev? Delo, dom, družina. Kako preživljajo Japonci prosti čas med tako dolgim delavnikom in kako lovijo to ravnotežje? 日本人はその一般的にですよ。その働き好きワークホリックと言われてます。それは本当だと思います。スロベニアの方と比べて日本人の人たち男性がその家庭のことを思う割合は非常に少なく、要するに仕事が非常に主な毎日の生活の中で大きな部分を占めていると思います。土曜日とか日曜日には家庭サービスはしますけれど、多くの部分が毎日仕事に一生懸命勤めていると思います。Prejdiva na gospodarsko sodelovanje med Japonsko in Slovenijo. Zanima me, katera japonska podjetja so prisotna na slovenskem trgu in katera na japonskem. To 日本とスロベニアのその貿易関係と全体として100 million 1億ドル昨年ね1億ドルの規模です。だそれについてはその二国間関係の間での貿易総額はそうですけれども日本とスロベニア関係はドイツ経由とかオーストリア経由とか英国 UK 経由とかオランダ経由いろんな大きなその貿易関係があります。ただ一概にその、日本とスロベニアは小さいんですけれども、その間接的なインダイレクトな関係であると非常に大きな問題です。その中で、ここにスロベニアにリュブリャナにいるのは2つ2社あります。日本の会社がそれは直接投資できている会社が2社あります。その他他の、ドイツオーストリアイギリス、オランダとかそこで会あのというのは数社あります。Kaj pa slovenska podjetja, ki so prisotna pa na japonskem tržištu? Ali obstajajo recimo nekaj, kar bi jih lahko izpostavili mogoče? Što to je? Elan. Ja? Elan no kaisha je ski. Elan ski. Elan ski. Elan はその日本のスキーからスノーボードマーケットの 10%、10% シェア占めています。非常に成功しています。Kakšna pa je vloga veleposlaništva pri spodbujanju teh dvostranskih gospodarskih odnosov med Japonsko in Slovenijo? いろいろやってます。それはそのさっき申し上げた通り非常に小さい日本とスロベニア関係非常に小さいんですが、それをこう大きくするためにいろんな努力をしています。それは例えばそのいろんな情報交換をしたり、政府レベルでは協定を結んだり。アグリーメントを結んだりあるいはその会社と会社の情報をインクワイアリーがあるいは質問があれば情報を流したりあるいは我々はその9月25日のデュッセルドルフでスロベニアの企業を日本の企業に紹介するためのセミナーをデュッセルドルフでやったりあるいはスロベニアの企業のために日本とどういうふうにビジネスしたらいいかのワークショップフォーラムをエコノミックフォーラムやったり
いろんなことをやっています。なぜかと言いますとね、要するに、スロベニアの企業を日本の企業は知らないので、あるいは日本の企業がスロベニアの経済を知らないので、我々がデュッセルドルフに行って、デュッセルドルフの日本の企業、ここは500社、ヨーロッパの一番多い500社の企業があそこに登録されているからです。で、それはその日本と我々大使館とヤプティとか外務省とか、それから経済省とか一緒になってやってる事業でした。Kaj bi pa lahko Slovenija popravila, da bi bila bolj prijazna do tujih vlagateljev, recimo konkretno, ali tujih investitorjev iz Japonske? Ali obstajajo kakšne ovire? Ippai arimasu. Ippai. De, warewale wa sono Nihon no sono kigyo ga Slovenia ni ikitai, toushi shitai to ikoto de, iroiro sono requesto wo dashimashita. Seifu ni mo dashimashita shi, kokkai ni mo dashimashita shi.いろんなところに日本の企業がスロベニアに来たいときに何が必要なのか、それをリストにしてこうプレゼントしました。なぜかというとその日本の企業っていうのはグローバルエコノミックパワー、グローバルだから、スロベニアにするかスロバキアにするかチェコにするかポーランドにするか、だから回ってどこが一番いいかベストか調べるわけです。で、その時に日本の企業はなぜスロベニアに来ることができなかった、なぜ他の国が良かったのかを説明して。Ali obstajajo kakšni slovenski izdelki ali na kakšen način recimo izboljšati izdelkom jim dati neki potencial za to, da lahko uspejo na japonskem trgu? Kako to doseči? Potencial は大きいです。可能性はものすごくあります。でそれを実際に示しているのがいい例がその IT ソフトウェア。日本の社会はそのビジネスはハイ、ベリーハイ、トップレベル。スロベニアは also some kind of ね、ある特定の分野、特に IT 産業は一応トップレベル。日本の企業はそのスロベニアの一番優秀なトップレベルのテクノロジー、ソフトウェア、IT が非常に必要としています。možnosti, torej, imamo možnosti na slovenskem. Imate možnost. Čiči, veliki. Ali je kakovost slovenskih izdelkov dovolj visoka? Bi bili lahko konkurenčni na vašem trgu? Pravzaprav, ali lahko konkurirajo na vašem trgu? Very good. とてもいいです。Yeah. それは一つは、そのさっき申し上げたように IT 産業、IT ソフト。それから、車の部品、そのいろんなスロベニアの車の部品が日本の車にも使われているということは証明されています。Japonska je znana po svojem oblikovanju in oblikovalskih dosežkih. Kakšen je po vašem mnenju potencijal slovenskega oblikovanja? Ali bi bil zanimiv za Japonce? いろんなエキシビション、展覧会とかカルチャーイベント、文化事業にいろんなところを訪問してみました。非常にユニークです、スロベニアの、そのいろんな文化、ヨーロッパ、ドイツ、オーストリア、フランスの文化とはまた違ったこう先に進んでいるその文化というものがいろんなところで試されていると思って非常に印象深かったです。なかなかチャレンジで日本に来るともいいかも分かりません。ただファッションモデル、ファッションのことでいけば東京っていうのはそのパリとかニューヨークと同じように東京ファッションっていうのは出てきます。だから従ってかなり高いことはこう、承知しないといけないか分かりません。パリコレクションでニューヨークコレクション、東京コレクション、そういうファッションのモードがありますけど、非常に高いので、非常にユニークさ、それよりユニークさを出すといいかもわかります。
Letos obeležujemo 20. obletnico diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko. Ali ste v tem letu pripravili in obeležili ta svečani dogodek? In zanima me tudi, če imate še kakšne načrte, če imate še kakšne dogodke, ki jih načrtujete zdaj za prihodnje leto, ki bi bili zanimivi za obe državi. この20周年記念、20周年っていうのはその二国間関係がその子供の時から成長して大人の時代になる一つの成長のその一つの過程になる。さらにこれからもっと発展していかなきゃいけない。したがって我々としてはそのいろんなそのきっかけをね、チャンスをこう与えたい。もちろんそれは経済もあるし、文化事業もあるし、から言葉の問題も言語の問題もいろんな分野でこう花が咲くようにいろんなことをしようとしてますししてきました。例えばその文化行事をやったりあるいは映画祭をやったりあるいはさっき言ったデュッセルドルフのセミナーをやったりからリブニッツァでも経済フォーラムをやったりそれいろんなことをやっています。で今後もまだまだいろんなことを やっていこうと考えています。ありせなもべたかしゅんびさくうらにしきおびすくもごちえずやぽんすか我々 その役割はその、経済関係文化関係の交流のみならずこうハイレベルの人たちの交流も一生懸命こうやってるんですけどもその2000年にはプリンセス・サヤコ内親王殿下がスロベニア訪問されて、その後だいぶ2013年の時なので何とかいい人のハイランキングの人の訪問あるいはスロベニアから日本に行くことも今努力しています。Zanima me, kakšen je vaš osebni vtis o Sloveniji in njenem narodu, njenih prebivalstvih, pravzaprav kakšni smo? ここに来る前にね、ここに来る前にほぼ5年間サウジアラビアのジェッタっていうところにいました。で、砂漠とレッドシーのところで住んでました。非常にその雨は1年に1回20分降るか降らないかというところにほぼ5年近くいて、こちらにスロベニアに来たのは非常に嬉しいんです。なぜかというと、どこを見てもグリーン、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 グリーン。非常にその感激しております。Kako se v Sloveniji počuti vaša družina? Jim je všeč? 私のその妻と一緒に来てます。二人だけなんですけどね。同じような同じその印象を持ってます。もう一つね、私のホームタウン、要するにふるさとが岐阜なんですね。岐阜県、岐阜市なんですけど、そこはリブリアナと同じようにその川があり山があり、グリーングリーングリーンのそういうところで非常にこの、なんていうんですか親近感を持ってます。Kako pa preživljate prosti čas tukaj?忙しいのでね、いつもだいたいその、校庭にいることと、それから千堀公園にこう散策に二人でこう行くのが多いです。その家にいるだけじゃなくて、夏はもちろんそのピランに行ったりポートロージュに行ったりあるいはその山にこうトレッキングに行ったり冬はそのスキーね、これをやろうと思ってます。Slišala sem, da ste zelo dober igralec softbola. そう、ソフトボールがね非常に好きなんで、そのスロベニアの子供のチームと日本のコミュニティのチームと一緒になってこうソフトボールゲームやとっても良かったです。それは日本でもやってたしサウジアラビアでもやってたしここでもやって非常にいいあれだとスポーツだと思います。imate veliko prijateljev iz Japonske tukaj v Sloveniji? 日本のその社会っていうのは非常に小さくて、だいたい 100人プラスアルファ百何十人の、その中でやっぱり多くの人がソフトボールをその子供も女性もみんな好きだということで集まってきました。
Drugače povezujemo Japonsko tudi z borilnimi veščinami, sproščanjem, s tehnikami sproščanja joge, s tajčijem. Ali obvladate kakšno od teh sprostitvenih zadev? Obvladate recimo borilne veščine, se sproščate ob jogi ali obvladate tajči? Nihonjinはスロベニア人と同じようにアウトドアスポーツが非常に盛んです。もちろんサッカーも盛んで、野球も相撲も、相撲は独特な伝統 の, スポーツですよね。からもちろん柔道、おめでとうございます、金メダル、女性の金メダル、おめでとうございます。いろんなスロベニア人がやってると同じようなスポーツは日本でも、サッカーも盛んですね。Ali kaj pogrešate iz Japonske tukaj v Sloveniji, recimo od hrane do nekih malih navad in razvad, ki so tam na voljo, tukaj pa ne?大体において工程で私のコックが作ってる日本食を食べるもんですから、あんまりその恋しいものはなくて、むしろスロベニアの美味しいものを食べたいと思って週末出かけるようにしていますけど。Kaj vas je pa v Sloveniji najbolj presenetilo?非常に印象的なのはブレッドの美しさが一番、今でもブレッド の, 美しさが非常に印象的でしたね。驚いた。Kar 200 študentov namreč študira japonščino na našem naši filozofski fakulteti. Zanima me, kaj porečete na to, ali to kaže na nek trend, recimo, da Japonska postaja vedno bolj zanimiva tudi za Slovenijo? Ja, それはスロベニアで200万の人口のうち200人の学生さんたちが日本語を勉強している。それはアニメとかファッションとか コスプレとか、そういうものを関心持ってその勉強されているので、我々はそれは非常にエンカレッジ、とても楽しみにしてますし、もっとたくさんの人たちが日本語を勉強するように、あるいは日本語だけじゃなくて日本の文化、それからあるいは日本の技術、テクノロジー、サイエンス、そういうものもどんどん知っていかれると非常にいいと思ってます。それに、スロベニアの方から日本に留学生を毎年、3、4人呼んでますし、からそれも学部の卒業生、学部の生徒もいるし、ドクター、マスターコースもあるし、だからこの学生さんたちの日本のに来るのを非常にその我々歓迎しています。Govorite slovensko? Ne možem. Ne gre? Ne gre. Malo, malo robit. Je težek jezik, se vam zdi, da je slovenščina težka? Češko? Pravno je češko. Ja? Protože ja mluvim česky, tak je to podobný, ale je to jiný jazyk. Právě proto já nemůžu mluvit. Naj povemo našim gledalcem, da je, bili ste kar 5 leta, ne? Prejšnji mandat ste bili na Češkem, ne? Many years ago. 10 years. Če bi primerjali Slovenijo in Češko, gre pa za jezik, ne? V učenju je pa čisto drugačen, verjeten, za slovenščino od češčine. Je to podobni, ali je to... Tako različno, ne? Je katera beseda, ki jo težko izgovorite v slovenščini? Namaj.人の名前、非常に難しい。少し分かりますよ、そのね、ヤホダ、ヤホダ、ストロベリーね、ヤゴダ、ね、違い多少分かるんですけどね、それから数字、エデン・ドゥバツシ、トシジ、ピエット、それは分かるんですけどね、やっぱりちょっとスロベニア語はチェコ語と違うのが、コンフューズです。Katera slovenska jed pa vas je navdušila?ビーノでしょうね。ビーノ。ビーノでしょうね。Za na koncu ponavadi naš sogovornik izbere kakšen misel ali sporočilo za naše gledalce, bi nam lahko tudi vi posredovali? 日本とスロベニアの関係をこうより一層大人のレベルに上げるために、そのお互いにその協力し合わなきゃいけないと思うんですね。もう一つはそのスロベニアの経済界、財界、経済の企業家の人たちはもっとその積極的に自信を持って
海外に出ていく必要があると思うんです。それすることによって日本と企業と、日本の企業はグローバルな企業ですから、スロベニアトップレベルのテクノロジーが、技術がと一緒に結び合って第三市場に、例えばアジアの中でお互いに協力してビジネスができる。それが一つのステップアップの二国間関係ステップアップということ。だから自信を持ってチャレンジをしてください。Hvala za pogovor, gospod veleposlanik. Arigato, gozaimashita. Do itashimashita. Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali. Vidimo se zopet v torek čez 14 dni. Hvala in lahko noč.